マリサだぜ。ゆっくりレイ夢だよ。この動画は、ゲームクリエイターを紹介していくコーナーだぜ。ゲーム作ってる人ってたくさんいるけど、クリエイターの中でも、レジェンド級の人から、順々に解説しようと思うぜ。そういうことね。今日は、この方。横尾文平さん、生まれは1941年9月10日。日本の技術者、ゲームクリエイターとして活躍。1965年、同志社大学工学部電子工学科卒業後、任天堂に入社する。当時の任天堂は京都の花札、トランプメーカーに過ぎず、工学部卒の入社第1号だったと言われている。そうだったのね。入社当初は設備機器の保守点検の仕事を任されていたが、暇つぶしで格子状の伸び縮みするおもちゃを作り遊んでいたところ、当時の社長に見つかり、社長室に呼び出される、処罰を受けることを覚悟したが、社長の言葉は、それをゲーム化して商品化しろ、であり、物をつかめるように改良を加えて、ウルトラハンド、として商品化。ウルトラハンドはコピー品が出回るほどの大人気商品となる。このヒットをきっかけに開発課が設置され、任天堂の玩具開発を担当することになる。開発課時代に数多くの玩具を手掛け、主な作品に小型のピッチングマシン、ウルトラマシン、簡易版嘘発見機、ラブテスター、射撃玩具、光線銃シリーズ、などがある。1979年に開発課は分割され、横井は開発第一部の部長となった。1996年に退社するまで、同部署の不動のエースとして活動した。なお、この頃から横井自身は主にアイディアを出す人になり、実際に技術面での開発に当たるのは、他の技術者という体制が取られた。開発第一部は任天堂の携帯ゲーム機のハード、ソフト開発の部署として生まれたが、他の部署が担当している仕事も平然とやってしまう優劣種的存在でもあり、開発第二部が担当していたアーケードゲーム開発、据え置き型テレビゲーム開発にも積極的に関わっていた。任天堂オブアメリカで在庫問題が起きた時に、任天堂本社で新しいゲームを誰に作らせるかという、コンベンションが開かれることになった。その際に横井は、従来のようにハード側の人間ではなく、ソフト側の人間に作らせれば、新しいゲームができるのではないかと考え、クリエイティブ課の宮本茂を推薦する。ここであの宮本さんが出てくるのね。当時の宮本はいわゆる工業デザイナーでありソフト制作の実績は全くなかったが、これに見事応え、結果的に出来上がったドンキーコングは世界的な大ヒットになり、またマリオというキャラクターを生み出すきっかけになった。部署の垣根を越えた人材活用路線は、後の宮本に多大な影響を与えた。そういう歴史があったのね。宮本さんの話は、また別で話そうと思う。主に手掛けたゲーム機は、ゲーム&ウォッチ、ゲームボーイシリーズ、バーチャルボーイ、など。また、ゲームウォッチ時代に、十字キー、を考案し、これは後続の任天堂のテレビゲームのデファクトスタンダードになった。1996年8月15日に任天堂を退職、もともと50歳を過ぎたら好きなことをすると語っており、自主退社だった。しかし、日本経済新聞がバーチャルボーイの不審の損失の責任を取るために辞任と報じたため、横井は文藝春秋、1996年11月号で反論を執筆した。退社後、より自分のやりたい商品開発を目指し、株式会社ことを設立、クネックネッチョなどの携帯ゲームや玩具などを企画したほか、ワンダースワンの開発にもアドバイザーとして参加。ワンダースワン用のパズルゲーム、文平は、横井の監修によるもので、ワンダースワン用ソフトとしては、かなりのヒット作となった。独立から1年後の1997年10月4日、石川県の水船上がり町の北陸自動車道上り線で、知人男性が運転していた車が前の軽トラックに追突する事故を起こし、その追突した軽トラックを動かすため車外へ出たところを後続の乗用車にはねられ、同日午後9時、搬送された小松市民病院で外傷性ショックのため、56歳で死去した。これからって時なのにね。そうだな。他には何かないの？横井ズムってのがあって、横井の開発商品は、コミュニケーション性が特徴である。ゲームボーイは、削れる要素は削りに削ってコスト削減したが、発売当初は用途があまり重要ではなかった。通信ポートを搭載した理由は、あまりコストが跳ねないから、つけておけば何か面白いゲームができるかもしれない、といった希望的観測によるものだった。これは後に、世界初のオリジナルモードとなる対戦型テトリスや、プレイヤー間の通信がゲームの中心要素となった、ポケットモンスターで、本格的に日の目を見る、任天堂 DS へとシフトした携帯ゲーム機市場においても、ユーザー間通信が重要なファクターとなっている。あとは、社内では、管理職
職も平社員も違う部署の人間でも会社で働く身同士、立場は対等であるという考えを貫いた。これらの横イズムは、宮本茂の晩年向け、ゲームの開発など、任天堂のゲーム開発方針そのものにも、大きな影響を与えている。ゲーム&ウォッチの話だが、日本での売上総数は1287万個、日本国外では3053万個で、合計4340万個。当時の任天堂が抱えていた70億円近くもの莫大な借金を完済し、それでも40億円ほどの黒字が出るほどの大ヒットを記録。高収益を得る有料企業へと転身を果たしただけでなく、その黒字をファミリーコンピュータの開発に投じた。任天堂のテレビゲーム路線のきっかけを作ったゲームともいえ、ゲーム&ウォッチは任天堂のゲームの原点という話になっている。今のゲーム業界にも大きな影響を与えたんだね。そうだな。今回はここまでだぜ。こんな感じで、今後もゲーム業界に大きな影響を与えたレジェンドクリエイターを紹介していくぞ。今の若い人にも知ってほしい人や、今でも活躍している人もいるかもね。すごいクリエイターはたくさんいるからな。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくな。コメントも書いてくれると嬉しいわ。